WCT ファイナルダラス決勝、マッケンロー対メシール。第1セットは 6-0 でメシールが取りました。マッケンローがラブゲームでセットを落としたというのは、85年の全豪の準々決勝ジボジョニビッチに敗れて以来ということです。さあ試合は第2セットです。渡辺さん、はい、先週のご覧いただいた中で、マッケンローが少しこう、ああ見事なネットプレーです、少しこう作戦を変えてくるのではないかという話がありましたけれども、どのような展開に、その変えるっていうポイントはどの辺になりそうなんですか。そうですね、やっぱりグランドストロークの打ち合いはやっぱりちょっと避けると思うんですね。どうもやっぱりタイミングが合ってないですね。あ、なるほど。ですからやっぱりネットプレーで勝負ということになってくるんじゃないでしょうか。まずそのネットプレーで最初のポイントを取りました。第2セットの第1ゲームです。この最初のポイントやっぱり大きいんですよね、はい、それで今もちょっと中ログで、攻めておいてネットへ出ましたね、はいはい、これは作戦を変えたぞというのを相手に知らしめてるわけですね、こういったこう心理的な要素が、はい、この第1ゲームはかなり見られると思いますけどね。あ、分からないように作戦を変えるんではなくて、もうはっきりと作戦変えるぞと、変えたぞと、だから今までの俺ではないよと、いうことを見せると思いますね。あ、これは見事ですね。シールですね、シールも揺さぶっていきますね。マッケンローがそうなら私も変えるよと、こんな感じですかね、だからね、うん、心理的駆け引きの大きいゲームですね、はい、このセカンドセット第一ゲームっていうのは入ってます。これはアウト。なんとなくですけど、ものすごく速いですね、メシールの動きも。あ、そうですね、そこからダーッと来て十分間に合ってる、追いついてますね、うん、際どいところです、はい、サーティーオールです。浅くなりました。ちょっと逆をついたか。おお、マッケンロー怒りました。いっぱい入ってますね。入ってますね、今のは。これはあんなボールでエースを取られたことに対しての怒りもあるんですね。ふわーんときたボールですよ、これね、もう十分入ってますね、この辺のマッケンロー久しぶりに見るような気がします。そうですね、光りましたね。しかしちょっと今のボールですと文句のつけようがないですね、はい、ライジンもね、自分に対する怒りが 80% ですかね。 20% は演技。ということはあの辺メシールの持ち味十分ということですね。そうですよ、あのボールは嫌ですよね。真綿で首を絞められたみたいな感じですよね。ネット出しマッケンロー、ストレート入りました。メシールはまるでこう表情を表しませんが、今頃マッケンローはこうストレート抜かれて逃げ振り返ってるかもしれませんね。ご覧のようにまだマッケンロー1ゲームも取れません。昨年は7ヶ月休養、その後復活しましたが、まあ、秋にようやく3つ勝ちました。しかし今年に入ってからはまだ優勝がありません。一方のメシールはニュージーランド、シドニー、そして、キーバイスケン、リプトンインターナショナルという大きなタイトルを取りました。しかもレンドルに勝ったんですからね。そうですよね、その後ベッターともミラノで敗れましたけれども、際どい勝負をやっています。マッケンローあまりファーストサービスの確率が 65% ですか。そうですね、まあお互いに割に高い方ですね。メシールの78、はい、これがいいですね、ちょっとイライラしてるんでしょうか。これはフォールですね、
何度でもネットを取りますが、リターンはアウトです。マッケンローはこの決勝の前のですね、はい、ウォーミングアップというか、まあ、練習ですね、はい、これをなんかちょっとこう腰かなんかが重いというんで、やってないんですね。ですからいきなり今日のテニスはこの試合が始めるということなんですよ。ですから立ち上がり悪くても、コードボールですね。要するにまるで練習ストロークやってないわけ、やってないわけですね。握ってないわけですね、ですから立ち上がり、まあ、6-0 で取られても致し方ないという諦めもあることはあると思いますね、はい。まあ、ここからですね、はい、5セットマッチで行われています。 WTT ファイナルです。第1セット6-0メシールが取っています。第2セットの第2ゲーム、ネットです。 15-30。 なんかちょっと空回りしてる感じですね。そうですね、ちょっと何でもないエラーがありますよね、はい、特にメシールに対しては向きになっては絶対いけませんね。そうですよ、はぐらかされますからね、また逆に強打強打でいくと逆にそれをまたいなされます、はい、ですからやっぱりいいボールを待って、はい、でネットを狙うと、はい、もうこれしか今はないですね。オーソドックスな作戦に戻すことですね。追いつきました。ロブ入ってます。入りません。ガチポーズぐらい見せてもいいような気がするんですけど、涼しい顔ですね。鋭いリターンでした、クロスに来るかと思いきやロブでしたね。こういう配球の妙がやっぱりあるんですね、15-40 大変ですね。またブレークポイントです。2つあります。まだこの試合ワンゲームも取れません。マッケンロー、マスク入った。ネットを取ります。クロス、これは待っていたか。あ、これはネットだ。30-40。もう一つあります。なんとなくこのボレーのさえもピシッといってないですね、はい、うん、そんな感じですね、何かこうポローンとこういうボレーになってますね。メシール走る。ロブ、スマッシュ決まりました。追いつきました。デュース、でも鋭いリターンですよね、深いボレーでした。さっきはクロスへ見せましたから今度はロブなんですね。うん、どっちか、ああ、アウトだ。アドバンテージを取りました。マッケンロー、なかったですね、何か今のも。15-40 から追いついてアドバンテージを取りました。センターへ、いいサーブです。ターンを落として、この試合ようやくゲームを取りました。マッケンローです。15-40からですからね。そうですね、まるで勝者のような、はい、振る舞いですね。こんな表情のマッケンローもちょっと珍しいですね。そうですね、おかしいですね。
逆にこれはメシエルに対してさあこれから行くぞ、そうですね、それは確かにこの態度に出てますね、はい、さあこの後の試合展開は楽しみです。第2セット1ノールになりました。第1セット6-0でメシエル、しかし第2セットようやくマッケンローにエンジンがかかってきました。ワンオールの後第7ゲームでメシエルがサービスダウン、マッケンロー 4-3 とリードして第8ゲームです。ネットを取ります。ようやくマッケンローらしさが出始めた感じですね。そうですね、今度はこれはゴロトラですね。あの四重士と言われた、そうですね、はい、一人だけこの間亡くなりましたね、はい、あれはコシアだった、はい、1920年代でした。そうですね、はい、コッシェ、ラコスト、ボルトラ、ブルニョン、ブルニョン、はい、そうですね。マッケンローアプローチ、バックボレー飛びつきました。ネットでこのパスの方向が当たってくると、はい、今度はメシールが具合悪くなるんですね。ははこの辺はもう本当の微妙な差なんですけども、こういうふうに今のもちょっと逆をついてるつもりなんですけど、取られますとね、次からパスが迷い始めるんですね。ははそうすると今度はマッケンローのネットプレーが冴えてきますね、はい、サティラブです。厳しいリターンです。マッケンロー走る、繋ぎます、懸命に返す、これはチャンスボール、逆襲されましたね。今のもっと前に出ててもよかったんですけどね、ここのところですね、はいはい、ここで出てたらこう浮いてるボールなんでね、しかしこの月のフォアハンドがすごいんですよね。すごいショットだったんですね、まあ、あの第2弾でも十分攻撃は継続しましたけどね、はい、30-15浮いて、おっとリターンが浮いてきたんですが、ボレーをミスして30オール。この辺はマッケンローとしてはやっぱりボレーを確実に入れておきたいところなんですけどね、はい、ボレーをミスし始めるとせっかく良くなってきたリズム、はい、これをまたメシールがやっぱり盛り返してリズムをつかみ返しますからね、アンプメシールはアプローチショットのアウトです。40-30になりました。あのメシールのフォアハンドがオープンスタンスなんですね、必ず、はいはい、それで逆クロスと、鋭いクロスと同じフォームで打ってきますからね、はい、予測は難しいですね。フォルトですか、ラインズマンは何か入ったようなジェスチャーを見せたようですが、
見えない、分からなかったというラインズマンはジェスチャーを見せてますね。これはまあちょっとした駆け引きですね。はい、まあ、重要なポイントですから観客とのやり取りに変わりましたね。そうですね。マッケンロー 4-3 からの第8ゲーム 40-30 という場面です。セカンドサーブですね。ずいぶん間が空いてますけども、あ、入りましたね。さあストローク戦です。リオプレイヤーともあまり強打していきません。あっと、これはネット。何かこう緩い球の打ち合いという感じもありましたね。今のは、今のメシールのバックハンド、はい、片手のような感じで逆クロスでスライスボールを打ちましたね。何やるかわからんですね要はまるでこう肩にとらわれてないというか、なんかちょっとマッケンローにしてみればもてあそばれてるという印象さえ持つでしょうね。早いのが勝ちました。あ、楽しい。強烈なバックハンドのクロスはわずかにネットです。アドバンテージを取りましたマッケンロー。なかなかマッケンローもリズムに乗り切れない辛さがありますね。はい、ということはそれだけメシールのその何点でしょうか、相手にとっては嫌なテニスをまだ十分マッケンローには通じてると、うん、はい、幸いにもさっきのパスはミスになりましたけどね。5本しか第一セットではボンミスをしてないですね。セカンドセットのちょっとミスが出ています。メシールです。また観客とですか。このファーストサーブとセカンドサーブの合間にですね、観客とやり取りして間合いがものすごく長くなるんですよね。これは得てしてダブルフォールトの原因になるんですけども、はい、ローレ、ああ、オフアウト。いやこれはよく頑張りました。第8ゲームマッケンロー取りました。キープして 5-3。 今の球メシールからすると抜けない球ではなかったような気もしますがね。もうビッグチャンスの球ですよ。ちょっと珍しく悔しそうな表情を見せましたメシール。さあ第2セットマッケンロー 5-3 として第9ゲームです。おお、またとんでもないところ行きました。シールあだ名がビッグキャッツなんですね。なんかそういう風に見ると本当にそういう印象がありますね。はい、行ってますね。はい、ネットを取りました。うわ、これはもうガッツポーズが出ましたマッケンロー。ラブサーティーです。メシールは本当にあんまり動きがないように思うんですけどね。はい、いいボールです。あー、帰りません。こんな逃げなかの鋭いボールを打つんですね。バックハンドはやはりクロスが鋭い。しかしストレートも本当にいいボールきますね。そうですね、フラット系のボールなんですね。はい、15-30。
ャンスあればネット取らなきゃいけませんね、マッケンロー。はい、出ません。おっと、メスイルにまたミスが出ました。これで 15-40 マッケンロー、セットポイントです。つきましたがネット。第2セット 6-3 でマッケンローを取りました。さあ、これでマッケンローペースになりましょうかね。これでかなり心理的に楽になりましたからね。そうですね、5セットマッチで行われています WTT ファイナル。さあ、マッケンローにエンジンがかかってきました。しかしメシールっていうのもちょっと分かりませんのでね。分かりません、その辺をどう攻めていきますか。非常に楽しみです。この模様は来週お届けいたします。